日本語コンテペイ日本語コンテペ子供と一緒に行ってます。日本語コンテペ,インテペイの時間です、ね。皆さん、元気ですか今日は出会い系アプリその2についてマッチングアプリですね。マッチングアプリ。はい、皆さん、こんにちは。日本語コンテペイゴシップ、日本語コンテペイ噂話の時間ですね。皆さん、元気ですか はい僕は人気ですよ。ちょっと聞いてらっしゃい。見てらっしゃい。ね、聞いてらっしゃい、見てらっしゃい。というのは聞いてください、見てください。の意味ですね。聞いてらっしゃい、見てらっしゃい。ちょっとこっちへ。そこのお嬢ちゃん、おばあ、お嬢ちゃん、お兄さん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん。はい、みんな来てください。こっちに寄ってきて寄ってきて。これから面白い、噂話をするよ。僕の知り合いの人の話ね。前回 僕のの知り合いの人34歳の女の人が、まあ、あのボーイフレンドを探してるそして彼女は出会い系アプリを使ってみた、ね、そういう話でしたね、えー、1人目はちょっとチャラい男若くてチャラい男だ,だけど楽しい話してて楽しい人、えー、もう1人は真面目だけどちょっとつまらない ね、ちょっと退屈に感じた人しかもねその人その後話があって、えー、その人は彼女をねあの水族館に誘ったらしいです素晴らしいじゃないですか水族館に誘うねあの僕はその話を聞いて僕はねあのいいんじゃないですかその人真面目で素晴らしい水族館デートそしたら彼女はなんかこうなんかこうつまらなそうな顔をしてるんですよ僕はちょっと やっぱりこの人はあのやっぱり自分が求めるタイプとほん,なんかその自分そう自分が探してる人と,と自分が本当に好きな人がなんか全然違いますよねだからもう一度考え直した方がいいかもしれないはい真面目な人と付き合いたいと言ってるけどなんか真面目なタイプが好きじゃないんじゃないかなはいだからちょっといつもこうなんかこうただ楽しい人を探す あの付き合ってしまうとでもた,ただたが楽しその日楽しい人と付き合ってもずっと楽しいとは限らないでしょ、はい、だからやっぱり楽,楽しくなくなることがあるでしょその,その時にすぐに別れるとかねやっぱりそういうことだとやっぱり長くは付き合えないですよね。うん、まあ結婚なんかできないですよねそのすぐに別れてしまったら。 だからまあどちらかというと、まあ、楽しいとか楽しくないもちろん楽しいのは大事ですよ一緒にいて楽しいのは。でもなんかそのたそういう楽しさというのがそのこ,のこの人と一緒にいて楽しいその安心できていろいろなことが話せて楽しいじゃなくてなんかそのいわゆるハイな楽しさねわーみたいなそういう楽しさ だけの人だったらやっぱりちょっとちょっと僕は心配ですけどねはいだってそうじゃない日はどうすんのかなと思ってですねはいなんかそんなに「はい」じゃない時がありますよね元気がない時だってあるじゃないですかで彼がね「ちょっと今日は元気がないから俺帰るわ」みたいなねもう一人になりたいそういうタイプだったら困りますからね うん、まあジェットコースターみたいな、あのー、恋愛をしたい人もいるかもしれないですけどね僕は嫌だなそれは疲れるなまあまあまあ人によっていろいろあるんでまあとにかくその人結局1人目の人でも2人目の人でもなくまた新しい人を探してました。<laughs> で新しい人と あのデートの約束をししたらしいんですね3人目の男、ね、1人目じゃない2人目も選ばなかった両方選,ば選んでなかったこの後の話ねこれはあの3人目とデートの約束をしたらしいんですであ僕はあまあそれもいいんじゃないですかいろんな人と会った方がねと言いました彼女はそうだけどどうしたんですか もうちょっと会うのをやめようと思ってその人とちょっと怒った感じで言ったんですね。って聞いたらあのそのまあ彼まあその3人目の男の人と会う約束をしてたらしいんですけど一回ね話をしたんですねあの電話で。なんかそのマッチングアプリそのデイティングアプリの。 まあ一応おすすめとしてですね会う前に一回こう話した方がいいですよみたいなそういうことを言ってるらしいんですねだからほとんどの人はデートをする前に一回電話みたいな感じでね30分ぐらい話をするらしいんですねで30分話をしてその人のことが嫌いになったらしいんですよで僕は「えっ何何を言われたんですか?」って聞いたらなんかその彼が とてもなんか合わない気がする。合わない。え何が合わないんですか。なんかその彼はとてもとてもファッションに興味があるらしいんですよ。でえ何か悪いんですかっていうとちょっとねそのファッションに興味がありすぎてでちょっと彼女にとってはそれはちょっと変なあのちょちょっとその なんというかな変な感じがしたえ何がその変ないや別にねそのパートナーがファッションに興味があって何も悪くないじゃないですか普通に考えたらねただねその彼の言い方っていうのが僕はファッションに興味があってあのファッションに興味がある人を探しているそしてあのその僕にとってファッションというのはとてもとても大事なことでそのビューティーがなんとかみたいなことを言いだす言い出したらしいんですよ。 でそういうあパートナーに僕がパートナーに求めるものもそういうまあビューティーですみたいなまあ確かにちょっと嫌な言い方ですよね、えー、でもねまあそのなんていうのまあまあ彼みたいな人がいるっていうのはなんとなく想像できます僕は想像できるまずねまあこのデイティングアプリというのは ほとんどがねほとんどのたくさんありますよでもほとんどの,あのシステムは男の人はお金を払ってるんですね男の人は毎月、まあ、お金を払ってもうそんなにたくさんのお金じゃないけど、まあ、お金を払うんですで女の人は無料なんですねでやっぱりお金を払ってるからなんかそのまあサービスとして使ってる男は結構多いと思いますよ なんかこうせっかくお金を払ってるから本当に自分が理想とする人と会いたい会えるはずだみたいにまあ僕はそもそも多分そういうのはしないと思うけどやっぱりそういうことをする人はそう勘違いしますよね僕はお金を払ってるからな,なぜ僕が希望するあの女の人を探してはいけないんだ ね、まあそういうふうにだから「僕が探してるのはこういう人です」それを最初に言った方が誰もあの時間を無駄にしなくていい、ね、あなたもそういう人じゃなかったらあの会わない方がいいし僕もお金を使いたくない時間も使いたくないそういうふうに、まあ、考えているバカな男、まあ、たくさんいるでしょう女も両方。 まあそういういリスクはありますよね。やっぱりそういうアプリっていうのはいろいろな人がいるしなんかちょいろいろ何かを勘違いしてしまう人はいるでしょうねだからまあ彼女はねその人に会いたくないと決めたらしいですで僕があ,あそれはいいんじゃないですかはいあのちゃんと相手に連絡をしてあの今度はやっぱりデートに行きたくないです いけなくなくりましたって,言うべきです、ね、って言ったら彼女が「えー、やっぱり言わなきゃいけないですか?」とか言うんですね。で「いやいや言わなきゃいけないですよ。何も言わずにそのレストランに行かなかったらかわいそうでしょう彼が」えー。えでもあの人ちょっと嫌な感じがしたしとか「いやいやちょ,ちょっと待ってください」。ここはね僕は結構強く言いました。ああのののの自自分分そそ人とが付き合う、ね、そのまあ まあその恋人になるとかそういうのは無理だとしてもその人にひどいことをしていいというわけではないですからねその,その人に連絡をせずにあのレストランに行かないとかそんなことはやっぱりいけないとも関係ないからねそれとこれとは。 会、まあ、わないとしても他のの人人はその人に会うかもししれないでしょ例えばね彼が「僕はファッションが好きです僕はファッションが好きな人と会いたい」ねあの「パートナーにはあのビューティーを求めます」みたいなわけわかんないこと言ってでその女の人も「いや私も実はそういう人が大好き私もそうだし私たちいいカップルかもしれないそうなる可能性がありますよね。ね 例えば誰かがね「えー、僕は漫画が好きでアニメが好きでもう本当にフィギュアなんてもうたくさん持ってるしもう一人の人は「今日も私も実は漫画が好きでアニメが好きでフィギュアもたくさん持ってる私たちは最高のベストカップルよ」なるかもしれないでしょ他の人にとってはちょっと変だと思うようなことでもその2人がマッチすることだってたくさんあるんですよね。 僕は逆立ちをしながらラーメンを鼻から食べるのが大好きです。いや、私も信じられない。私もいつも毎日逆立ちをしてラーメンを鼻から食べてるわ。可能性はありますよね。ほとんどないけどね。だからその自分にその人が合わないとしても、みんなにその人が合わないわけではないんですよ。はい、必ず会う人はいるんです。だから僕たち生まれてるでしょ。<laughs> はい、生まれちゃってるでしょ、はい、僕のお母さんを好きな人がいたんですよそれが僕のお父さん僕のお父さんを好きな人がいたんですよそれが僕のお母さんだから僕たちはここにいるんですよ、はい、まあ世界中にはすごく変な人とかいるじゃないですかでもその人たちがあの誰とも友達にもなれない誰とも付き合えないという可能性は 結構低いんですよ。たまにいますよ。たまにね。誰からも好かれない人。でもそれは珍しい。本当に。これは僕はそういうふうに、あのー、ある時気がつきましたよ。ね。まあそれはあのー、まあ、よくある話ですよ。例えば皆さん、好きじゃない、最悪の上司とかいるでしょ。もう最悪の上司。あの、ボスですね。最悪の人。 でもその人結婚ししてたりするでしょ。その人、子供がいたりするでしょその人友達がいたりするでしょお父さんやお母さんがいたりするでしょでその人たちにとってはその人は大事な人でしょだから自分にとって合わない人自分にとって最悪な人が全ての人世界中の全ての人にとって最悪じゃないんですね。自分に合合わなないい。だだけで、他の人は合うかかもしれないだから、 その彼が彼らしくねそのファッションが好きな彼が彼らしくあの存在してもいいんですよ東京にこれからもずっとで彼は自分に合う人を探せばいいんですだからあの僕の知り合いの人はね、まあ、彼と彼女は会わないだけであってあのそれを丁寧にね断って私はあのちょっと今度まあ忙しくなりましたちょっとあの えー、家族のことを手伝わなきゃいけなくなったから「あのちょっと今度は会えません」あのーまああのー「すいませんでした」ね「ごめんなさいキャンセル、あのー、してください」っていうふうに丁寧に言えばそれで十分ですからね。あなたのことが好きじゃないなぜかというとあなたは私になんかビューティーがなんとかみたいな話をたくさんしたから、まあ、そんなことはねあのー 大事じゃない、ね、自分は自分に合う人を探せばいいだけで他の人は他の人に合う人を探せばいいだけで。ののいいけでね、というわけでこの話まだ続きそうですけどまた今度あのまあいつかそうですね今度また話すことがあるかもしれない <laughs> なんかこの話をねよくするんですよねその人とね、はい。だからちょっとあの またアップデートがいつかあるかもしれない出会い系アプリについて、ね、面白いですねゴシップ人のゴシップはねでも彼女はちょっとねなんかもうすでに疲れてますねもう,あのもうこれやめようかなみたいに思っちゃってますまあ気持ちはわかるはっきり言ってまあわかんないですよね一回2時間ぐらい居酒屋で話してその人を好きになったりはしないしまあちょっと難しいでしょ もし僕がシングルだったらあのそういう探し方はしないと思いますけどねはい、あ、だってそんなんで出会えますかうんあと恥ずかしくないですかいきなりデートってねあっていきなりデートですよデートですよもうすでにねはじめましてがデートですよ無理無理無理信じられない、ねうーん 分かりません。<laughs> まあ便利世界は便利になったのか不便になったのかよくわからないですねはいほんとに、まあ。というわけでそれではまた皆さんちょうちょあしたまたねまたねまたね